マサチューセッツ工科大学。マサチューセッツ工科大学。英語、マサチューセッツインスティチュートオブテクノロジーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジ日本部を置く私立工科大学である。1865年に設置された。通称は、ヘム、IT。ミットは、語用で主に、日本、欧州の極めて一部で用いられる。 全米屈指のエリート名門校の一つとされ、ノーベル賞受賞者を多数2014年までの間に1年以上在籍し、MIT が公式発表したノーベル賞受賞者は81名で、この数はハーバード大学の公式発表受賞者48名を上回る排出している。最も古く権威ある世界大学評価機関の英国、キッカレディ・シモンズ QS による 世界大学ランキングでは2012年以来2018年までハーバード大学及びケンブリッジ大学を抑えて7年連続で世界第1位である。同じくケンブリッジ市にあるハーバード大学とはライバル校であるが学生たちがそれぞれの学校の授業を卒業単位に組み込める単位互換制度クロスレジストレーションシステムが確立されている。このため ケンブリッジ氏は世界最高の学びのテーマパークと最称されている。物理学や生物学などの共同研究組織を立ち上げるなど、ハーバード大学との共同研究も盛んである。MIT はランドグラント大学でもある。1865年から1900年の間に、約19万4000ドル。これは2008年時点の生活水準でいうところの380万ドルに、 相当のグラントを得、また同時期にマサチューセッツ州からさらなる約36万ドル2008年時点の生活水準で換算して700万ドルに相当の資金を獲得している。いかなる私的寄付もこのレベルの額には及ばず、MIT 設立当初の州からの援助は寛大なものだった。アメリカにおいてシリコンバレーなどと並ぶ。 先端技術産業の集積地であるボストンのルート128地域においても中核的な役割を果たす機関である。同大学のメディアラボは情報技術関連の先端を走る研究所としてマスメディアなどでも頻繁に取り上げられる。特筆すべきは同研究所で開発された情報処理システムアテネプロジェクトが金パスネットワークの根幹を占めること。 なおかつそのプロジェクトの研究成果がアメリカ以外の大学院大学などでも活用され成果を上げていることである。同大学はボストン近郊所在の大学、ハーバード大学、ウェルズリー大学、マサチューセッツ大学との間で学生や研究者同士の交流も推進している。近年、大学の全授業をウェブ上で公開する試み、オープンコースウェアがなされており、 遠隔教育関係者や教育関係者一般から広く注目を集めている。現在、建築家の牧文彦によって、キャンパスの増築がなされている。MIT は、自然哲学者、ウィリアム・バートン・ロジャース、ウィリアム・アンド・メアリー大学卒業によって、ボストンの地に、ボストン技術学校の名で設立され、1865年に、マサチューセッツ工科大学に改称し開学した。 創立当初は一部の学生を除き、多くの MIT の学生は一人前の大人、社会人で建設業者や熟練校、工事監督、熟練機械校、見習い校、熟練エンジニアなどすでに一定の技能を身につけた人々だ。このため、明確な目的意識があり、必要と思われる講座のみを選択し受講しに来るものが多く、キャンパスライフは存在しなかった。 MIT には学生寮もなく、礼拝堂もなく、1867年まで食堂すら存在せず、学生はただ講義を聞くためだけに学校に来た。最初のうちは学生は男子のみだったが、1870年代になって初めて女子の入学を受け入れ始めた。ヨーロッパでは歴史的に技術系の職業が低く見られ、近代半ばまで大学での後継学部の位置づけも、 明確でなく、工学部設置も日本に先を越された。この状況はアメリカでも強く、理工系専門の教育機関として創設された MIT も人々から偏見の目で見られた。20世紀初頭にボストンでは開発ブームが起こり、不動産の高騰などによって MIT は、これまでいたコプリースクエアの地を立ち抜かなければならない事態となった。皮肉なことに、 この開発ブームに拍車をかけたのは1865年以来、MIT が送り出してきた数千人に及ぶ卒業生たちであった。MIT は研究室ごとに高騰したボストン各地の不動産市場にチリジリとな大学移転のために候補地を探したが、調達資金などの面から難航した。1909年、資金調達能力を有するリチャード・マクローリンが、 新学長に就任したことによって事態は収集に向かい、新キャンパスの候補地として、ケンブリッジとボストンの境界を流れるチャールズ川の埋め立て地、ケンブリッジ川が検討されるようになった。だが、移転に際していくつか問題があった。第一に土壌が埋め立てたばかりで軟弱であったこと、第二にケンブリッジを縄張りとしていたハーバードとの政治的、歴史的問題である。特に、 ハーバードとの問題は深刻で、MIT のほとんどの卒業生が、この時門下系人種をはじめとするボストンの人々から、いわれのない偏見を受け、罵声を絶え間なく、浴びせられたという。この状況について関係者は、肘で誰かを押しのけて、食事をするようなものだと語っている。さらに MIT がケンブリッジにキャンパスを移転してからは、ハーバードとの対抗は激しくなり、 人々の中には MIT を職業訓練学校と侮辱する者もいた。例えば、ボストンのある名士がハーバードで教える代わりに MIT への報酬を考慮していたおいに対し、次のような手紙を書いている。この国では常に金と鉄道と発明の嵐が吹き荒れてる。公立学校だの、高校だの、職業専門学校、MIT のことだのといったものはどんな学校にも作れるが、 ケンブリッジ、ハーバードのことのようなところだけが学問にふさわしい雰囲気と歴史と思っている。大学とはそうでなければならないのだ。大いなるハーモニーを学べるところでなくては。1940年、MIT は軍事技術の研究開発に関わるようになった。当時、アメリカ軍はイギリス海軍が開発したレーダーに関心を持っており、研究プロジェクトを行う上で、 設備や運営経験があった MIT に注目した。その一年後、太平洋戦争が始まると、キャンパス北端に放射線研究所、ラジエーションラブラドラブと称する軍事研究所が設置され、カリフォルニア工科大学などと共に、戦争の一翼を担った。さらに MIT は新兵器開発のために必要な資金や物資を得ることに成功すると共に、 学生の徴兵猶予の権利を勝ち取った。この経験はマサチューセッツ工科大学の名を世界で高めるきっかけとなった。彼らは25,800もの会社を設立し、300万人の雇用を生み出していたことが分かったという。これにはシリコンバレーの雇用の約4分の1を含む、もし MIT が国家だとすると、世界で11番目の GDP を有することになる。 2014年までの間に1年以上在籍し、MIT が公式発表したノーベル賞受賞者は81名であり、この数はハーバード大学の公式発表受賞者48名を上回っている。ハーバードは英国のオックスフォードやケンブリッジをモデルに上流階級用の古典教育にこだわり、ラテン語やギリシャ語に力を入れていた。これに対して MIT は、 研究と実践的な実験による学習という、ドイツ的なシステムを採用した。知識は重要だが、有用でなければならないという考え方が、MIT の伝統で、米国の主要大学としては、非常に規模が小さく学生数は約1万人、教員数は約1000人に過ぎない。日本の東大や総計に比べても小さく、東京工業大学と同じ規模である。スタッフの、 約40%が米国以外の生まれで、すぐに役には立ちそうにないことでも取り組むことが許される、財政的、精神的余裕を持っている。5つのスクール、スクールと1つのカレッジ、カレッジがある。これらが日本の大学における学部、研究科に相当する。スクールとカレッジには34の学部、デパートメント、学科、ディビジョン、大学院、 研究科、専攻、ディグリー、グランティングプログラムなどが置かれている。さらには、教育研究プログラムとして、フーとのジョイントプログラムも実施している。51の研究機関がある。ここでは、メディアなどで著名な研究機関を掲げる。各企業からの派遣研究員受け入れや、受託研究を行う、寄付講座や、記念講座が設置されている。 大学側は MIT の学生に多くの課題を要求する。例えば数学科の学生なら学期の始めから4つの課題演習セットと20分間のプレゼンをこなし、次週までにカール・ワーン・スタインのリュース・プレジデント、S メンを読んでくるなどである。2008年にノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマンは、 ニューヨークタイムズのコラムニストでもあり、経済学を平易な言葉で説明するというアプローチを用いている。ことの本質に注目し、要素還元し、難解さを避け明快な解説を心がけるそれが MIT で学んだスタイルだとクルーグマンは述べる。中国系、韓国系を中心とするアジア系学生の割合は増加の一途であり、 現在では在校生の27%を占めている。カレッジボード、ホール2005。同校には伝統的に、ハック、詳細はハッカーを、参照と呼ばれるゲリラ活動的ないたずらが存在する。単なるいたずらというよりも、日頃研究した様々な技術を駆使することから、時に、超常現象化と見曲がうばかりのものまであるとされる。 近くのハーバード橋の長さを測るために、仲間の身長からスムートという新単位を作り、端に印を書いたり、1958年、マナビ社のシンボルであるクレートドーム、冒頭写真頂上にパトロールカー設置されたり、1994年、巨大な R2D2 に改装されたり、1999年、ゼルダの伝説シリーズのトライホースが設置されたり、 2006年といったスケールの大きいものから校内の碑文をこっそり自分たちのメッセージにすり替えたり、1994年、学長室の入り口を何ヶ月も前から掲示板があったかのようにしてしまったり、1990年といったものまで報告されていい。これらのいたずらはあくまでもシャレの範疇に収めることが重要とされており、 物や施設を汚損したり、誰かを傷つけたりするようなことは行われないとされる。1999年の R2D2、ハックでは、同行の安全対策室に取り付けられたパネルなどの片付け方を記したメモが届けられている。以下、人名はすべて名字の五十音順に並ぶ。あ行。日本国内においては1911年に、三井財閥の大番頭、 ダンタクマを初代会長として設立された大学出身者で作る日本マサチューセッツ工科大学会、日本 MIT 会が存在する。同様の組織として日本ハーバード会、日本ケンブリッジ会、日本オックスフォード会などがあるが日本 MIT 会以外のこれらは第二次大戦後設立された日本フルブライト会、会合は在日米国大使館や六本木の 東京アメリカンクラブなどで開かれるから分かれて、大学別の同窓会、親睦会として開かれているものである。各会員は一期から始まり、現在は各大学卒業ごとに開かれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。